皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの村井テレビの歌い方講座の時間となりました。ますます秋が深まり、気温も低くなりましたね。今日の新潟も暑さのうちは9度ございましたかね。最高気温も20度いかない感じでございますけど、これからちょっとあんまりね、いい天気はいいんですけど、気温が下がりますんでね、お互い体に気をつけてまいりたいと思います。今日ご紹介するのは入山亜希子さんね、美人の歌手でございますけれども、タイトルは一泊二日、ね、作詞の方は、新潟出身の国恭介先生、作曲は与野明人先生、編曲は南郷達也先生、もうベテラン級のベテランの3人で作れてますね。発売日がですね、定畜から10月19日発売になっておりますんでね、まあ今のところプロモーションビデオも歌っておりますんでね、皆さんお聞きになっていると思いますんでね、入山亜希子ファンの方はまた大勢いらっしゃると思いますんで、まあ今から練習するのもまたね、発売まで楽しみにして CD を買ってくださればと思います。じゃあ、原曲キーで、ちょっと今日はレッスンしていただきます。回転は69回転、ちょっとこう一泊二日ですから、まあちょっとね、古いこう宿っていうかね、温泉宿風のイメージを頭に入れながら、ちょっと雰囲気を乗せながら歌ってくださればいいと思います。ちょっと音程がちょっとこう割と固めなんですけど、あまり固くならない程度で、女性の優しさをちょっと表現しながら、拳もちょっとどこどころこう適当に入れながら、思い出深いようなこう歌い方になってくださればいいと思います。思いを寄せてね。じゃあ、ワンコラス歌ってみたいと思います。
と半拍伸びましょう。いっそぐあし、駅のかで止めて、かいいだで止めて、だあああ、うん、ここで止めて、うん、でいっそは普天狗の半拍伸びて、いっそここで一拍上げて、そうぐあし、ぐあしですね。じゃあここまでちょっとね、割とこう柔らかく歌った方がいいかもしれませんけれどね。じゃあ行きます。通していったってみましょう。
聞いたことあるようなメロディーがありますよね。同じ、ヨモ先生の、メロディーっていうのは大体そういう一人一人の個性がありますんで、パターンが決まってるんですね。ちょっとね、似てる部分があるなと思いましたけれども。でそれでは、3コラス、歌詞を載せてまいりますんで、この女性のこの雰囲気を、思いを寄せて歌ってくださればいいと思います。じゃあそれではフルコーラスいきましょう。歌詞を載せてまいります。
聞けば切なく夜が暮れる。つけても目には巣落ちるよと鏡の中で火を落とすなりしてくださればよろしいかと思います。で 簡単であっさりとその方が覚えやすいかもしれません。まあ何度も戻してまた聞き直ししてくださればよろしいかと思います。え今日は10月19日発売のね入山明子さん一泊二日ね以上で、レッスンを終わります。ありがとうございました。